十日町市の川西元クロス場で31日午後、コース内を横断していた70歳の男性が、大会関係者のオートバイに轢かれ死亡する事故がありました。事故があったのは、十日町市中屋敷の川西元クロス場です。警察によりますと、午後2時頃、レースの合間のコース点検のため、大会関係者、50、がオートバイで走っていたところ、コースを横断していた男性と衝突したということです。 はねられたのは、長野市吉田の富井康光さん70で、病院に運ばれましたが、午後3時半に死亡が確認されました。川西元クロス場では31日、大会が開かれていたということです。警察が、事故の詳しい原因を調べています。ネットの声、他に起こることはない。C 事故が起きてしまいました。しかも、レース中ではなく、 レースとレースの間のコースチェック走行の時という普通は考えられないケース、事故が起こった箇所がどんな場所なのかまでは記事で言及されていませんが、元クロス上はコースが起伏に富み、上りの後の下りなど先がブラインドになっている箇所に突然観客が飛び出してきたら、避けようがないでしょう。こういうことはまずありえないという前提の元レースイベントは運営されています。この事故の教訓として改めて、観客への注意喚起を徹底していくべきでしょう。 サーキットではさすがにコースを横断する観客を見たことはありませんが、テスト走行の時にどこからか侵入し、平気な顔をして、ピットレーンを横断する一般客を時折見かけます。挙動不審なのですぐにわかります。ちょっとくらいという安易な気持ちが重大な危険行為になることを意識してほしいと思います。これ目の前で見てましたけど、レース前にマーシャルがコースを思走してた時の事故です。不謹慎と叩かれるかもしれませんが、 正直なところコースに立ち入った被害者の方にも火はありますし、コースを横断できるようにしてしまった運営も悪いと思います。レース前だから問題はないとどちらも気が緩んでいたんでしょうね。レース中はスタッフが各所に立って立ち入り規制等をしっかりしてましたし、ちなみに亡くなった方は服装を見た感じレーサーではなく見物客だったかと、憶測でいろいろなことを言われていますが、運営はコース内への立ち入りについて注意喚起もしていましたし、 熱中症やコロナ対策についても徹底して呼びかけを行っていましたよ。不運な事故と片付けてはいけないことだと思いますが、現地で感染していた私からすればそう表現するほかないと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。